チョキコさんはね、少しいびつな形の耳をしていたの。あの耳が欲しい。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 This actor sounds like Ozen from Flippin' Made in Abyss. Duna 20 were the episodes and a movie different week. Why? The thing is, that won't work. That won't work. Well, it's up to chat. Chat will have two options, right? Chat will have two options. Next week, we can either do the last two episodes and then the movie, or we can do the last two episodes and the tournament, but then you will not get an anime movie vote, and we'll do the movie the following week. Okay? So that's how it works. So next week will either be two episodes and movie, and then the following week will be the tournament, and the following week will be the anime movie, which you guys will vote for, obviously. And then the following week, we'll start the new anime. That's how it works. Or it will be next week, two episodes and the tournament, no anime movie. So the week after will be Love is War anime movie, and then we start. But most people, I think in chat, want the two episodes and the movie, and then the following week to be the tournament. Most people want movie, two episodes, right? Yeah, literally all of chat is saying two episodes and movie next week. Okay, we'll do that. チョキコさんは綺麗な耳の人を見ると、ハサミで耳をチョキチョキするようになったの。Yeah, she sounded like Ozen. なんで私まで。この音はチョキコさん。みんな、このロッカーに隠れて。隠れたらこのヘッドホンとアイマスクをしてお待ちください。何の必然性があって？立体音響ホラーハウス、チョキコの教室。1年 A 組と B 組の合同企画で、前半パートがお化け屋敷、後半パートは立体音響の体験となっている。このような構成になるまでには紆余曲折あり。お化け屋敷の作業進捗は 50% 以下です。正直やばいです。企画を変更しないと間に合いません。何かアイデアはありませんか？One of the coolest things I ever did was went to Universal Studios Halloween Horror Nights. I definitely recommend, if anyone can ever do it, go to America, go to Universal Studios, either LA or Florida, and do the Halloween Horror Nights. It's so much fucking fun. So much fun. And I'm going to do it the second, my boys are a bit older, I'm going to take them. I'm going to take my wife. It's a lot of fun. I definitely recommend it. ミコちゃん、ストップ。それ以上喋れば後悔することになるよ。でも、それ特殊な機材とかいるだろうし、あと1週間じゃ。できるよ。私に任せてもらえれば万事解決。バイノーラルは耳のシワや頭蓋骨を通し、複雑に反響した音を記録するわけ。だから専用のヘッドと耳の型をしたマイクが必要なの。でも、もっと簡単な方法が。いいのちゃんの耳にマイクをつければいいの。なんで私？なんで私がこんなことしなきゃいけないの？やめろ！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 ちょっと、本当に切らないでしょうね。っていうか、ほどいて。暴れると手元が狂って本当に切っちゃうかもよ。なんて嘘。こんな綺麗な耳を焼いたりしないよ。ああもう我慢できないよ。いただきます。あーん。Okay, this is the weirdest boner I've ever had. ミコちゃん、もうちょっと頑張ろう。藤原先輩、藤原先輩がここに。そうだよ、イーノちゃんはさっきからずっと尊敬する藤原先輩の前で変な声出してた。私そんな変な子じゃ。ほらほら、素直になりなさい。なんか趣旨ずれてきてない？やっと終わった。こんなこともう二度とごめんですからね。ああごめん、今録音したデータ、ミコちゃんの叫び声で全然聞こえない。リテイクで。リテイクで。
And she was never seen again. Rest in peace. Tsubame-senpai を誘うことに成功した。 This is so going wrong. ありがとうございました。お帰りはこちらです。みんな怖がってるわね。何度も撮り直した甲斐があったわ。結局口にガムテープ貼っての収録だったもんね。あれ？あの、何かありましたか？うん。あ、先輩ここです。ここで並んで待てば。あれ？男女は別の列にどうぞ。どうぞ。文化祭初日、石神密室ならず。ねえおばさま、手つないで。まだ怖いの？ここが生徒会長の机か。萌えは、もしかして生徒会長を狙ってるんですか？あらあら、大変ですよ。高等部の生徒会は中等部より仕事多いですし、責任だって。違う違う。だから、He's always bragging about him. ちょっと違うかもなんだけど。とにかく好きになっちゃったな。一旦落ち着こう、萌えは。会長は萌え派が思うようなまともな人間じゃないから、oh. どこがダメなの？どこがと言われると難しいですけど、まずバレーボールが苦手で、まあそれは練習して克服したんですけど。克服したならいいじゃん。歌が下手で踊りが下手で、でも努力して克服してならいいじゃん。違うの、そういうことじゃないの。魚がさばけなくて、私は妹にそんな苦労をしてほしくないの。うん、何事もやってみなきゃわからないよ。そこまで言うなら一度会長に会ってみればいいですよ。すごいスピードでメッキが剥がれますから。俺がどうしたって？会長、なんでここに？少し休憩しようと思って。そちらは？あ、私の妹の。ありがとうな。いえ、そんな。会長、お手玉やりません？え、何突然。いいからいいから、妹にリアルを見せたいだけなんで。お手玉か、ちょっとだけ苦手なんだよな。いいですいいです。そのセリフが聞けて安心しました。萌えは、これから地獄が始まりますよ。地獄ってそんなホイホイ始まるの？じゃあやるけど。いや、何言ってるかさっぱりわからん。うちの婆様は最大8個のお手玉を操るんだが、情けないことに俺はこれが限界だ。十分でしょ。おばあちゃんが何者？他のやつやって。ああ、もうなんでこれができて今までのができなかったの？騙された気分ですよ。 Is he lying to Kika the whole time? おっと、大丈夫か？あ、oh.大丈夫か？どうしてか？マイプリンス、離れて！私の妹から離れて！仕事忙しいんでしょ？早く出て行ってください！早く、ゆっくりしていってくれ。はい。白金会長はやっぱり素敵な人。これ、渡しそびれちゃったな。何を渡しそびれたのですか？おー、ラムリン、ラムリン、It's coming! 会長に、方針祭の贈り物ですか？男女の付き合いを考えるには少し早いのでは？会長とで子供を相手になんてしません。もっと成熟した、女性らしい体つきに育つまで。成熟した精神性を持った女性に育つまでに待ちなさい。第一、今まで接点もないでしょうに。一体どこを見て好きだというのでしょうね。まあ、
his massive penis. まずは成績ですね。私は頭のいい人が大好きなので。そう。会長の将来性に釣られたのね。俗にまみれた汚い考えだわ。あとは顔ですね。His face. 所詮メスね。イケメンと聞けばすぐ。あの目つき。白金会長のお顔には人間性がよく出てていい。よくわかってるじゃない。他にはどういうところが好きなのかしら。優しくて誠実で。よくわかってるじゃない。他にはね。好きな人の。Why is Alex talking about Skid and saying Skid へへへ。Is this Alex confessing for Skid? This is Alex, is this how you feel about Skid? This is how all of chat feels about Skid. No one died. すっかり話し込んでしまったわ。これも結局渡せずじまいですし。方針祭でハートの贈り物をすると、永遠の愛がもたらされる。石神くんの方はうまくやっているかしら。Did you read it, Luke? Go back. Oh, for fuck's sake. What? Soccer team kicked the target? I wonder what Kai would be like if I told her I slept with your big brother. Second daughter is something of a psychopath. No wonder her and Kaguya got on so well. No wonder they got on so well. I wonder what Kai would be like if I told her I slept with your big brother. Oh shit. 石神くんの方はうまくやっているかしら。はい、ゆうくん。これうちのクラスなんだ。やってってよ。もちろん構いません。いらん気を使わせちゃったみたいだ。なんかお礼できたらいいんだけど。Well, I got pause. Okay, there we go. マイクッキー見た。マグマ悪ふざけで作ったんだけど、綺麗に焼けたでしょ。いいじゃん、いいじゃん。こんなのもらえたら素敵だよね。ねえ、ゆうくんは今年祭りとか…あれ100点出ました。すごい。いえ、そのツバメ先輩、これもらってくれますか。この学校の生徒の9割は文化祭でハートを送るということがどういう意味か当然のように理解している。しかし残りの1割は当然のように。これ欲しがってたみたいだし、取れてよかった。He has no idea! 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 どういう意味の。 He has no idea! 意味なんて一つしかないでしょう。これは He just thinks it's a cookie!僕の気持ちで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  100% 妨害告白だ。ごめん、ちょっと考えさせて。あら、え、石神って小安さんのこと気づいてなかったんですか。結構あからさまでしたよ。まずいな、この告白。
Did he win? Did it work? 成功なら万事ハッピー。 Everyone will be happy. 何の問題もない。 Yes, we'll be happy, chat. We'll all be happy, right? だが仮に失敗した場合。 But if he fails? おそらく石神は深く傷つき落ち込むだろう。そして俺たちは石神を励まし、一緒に悲しんだりする。そんな空気の中こくったこくられたなんてできるか！ There you go. You're too much. This, you guys always do this. You always do this. I give you guys a little bit of wiggle room, and then you always do this. You did too much. You play with fire. You guys can't have nice things.You can't have nice things. Bloody chat. 石神がこの告白に失敗すれば、篠宮から告白してくる可能性は極めて低くなる。仮に俺から告白したとしても、今自分だけ幸せになるなんてできません。Bloody chat. Can't have nice things. No. 空気読んでくださいよ。石神君にはどうですか？ The Madonna of the third year.The Madonna. じゃあどうすれば石神の告白はうまくいくと？相手を恋愛対象として見れるか否かは大抵の場合、減点方式で判断するものです。つまり今からでも石神の欠点を潰せばいいってことか。それで初めて判断のテーブルに並べられるってだけですけど、石神くんにはいささか常識が欠落してるところありますから。というわけで石神くんの欠点をリストアップしてみました。あと前髪が鬱陶しいとかもありますけど、それ全部お前の自業自得だろう。少なくとも石神の俺に対する態度はかなり常識的だぞ。じゃあ何ですか？私が非常識だから石神くんの態度が私だけに悪いって言うんですか？ああ、そういうのって成功体験がものを言いますからね。会長だったら成績、私だったらピアノの経験、何か成し遂げた記憶があると多少の恥は気になりませんから。そうか、藤原はピアノが原因で成功体験か。願わくばこれが石神くんの成功体験になるといいですね。あれだけボロクソ言ってた割に優しいな。最近誰かさんのせいでお口が置いた気味なだけで、別に嫌ってるわけじゃありませんから。 You know who? まあ会だけで別に嫌ってるわけじゃあり、最近誰かさんのせいでお口が置いた気味なだけで、別に嫌ってるわけじゃありませんからと個人的には思ってますよ。そりゃどう思う。まあ今回はツバメ先輩が石神くんを加点で見てくれることを祈って、優しく見守るのが正解じゃないですか。そうだな。Chat's pissed. Ishigami. Oh boy. Goes down, we'll go down. If Ishigami fails, we'll fail. If Ishigami dies, chat, I'm sorry to say this, but if Ishigami dies, you know what needs to be done. All right.